2020SO とは、2020年9月17日に、ハレアカラ天文台のパンスターズが発見した、小さな地球近傍小惑星で、後に人工の物体と判明した天体である。発見以降地球に接近しており、2020年10月15日までに一時的に地球の重力にとらわれる可能性が示されている。ラグランジュ L2 の外側から介して、 地球周回軌道に入り、L1 を介して、地球周回軌道から離脱すると見られる。その間に、2020SO は2020年12月1日頃に 0.13LD の距離まで地球に接近する。また、2021年2月頃に 0.58LD の距離まで地球に接近する。2021年2月までの接近時間の 不確実性はプラスマイナスにかである。2020年12月1日の最も接近した頃、見かけの等級は14.1までしか明るくならず、視覚的に観測するには約 150mm の大物レンズを備えた望遠鏡が必要になる。その発見の時点で 2020SO はメインベルトの小惑星に典型的である目立たない動きをしていた。 しかし、パンスターズが1.4時間にわたって取得した4つの観測では、近くの物体の特徴である地球の軸を中心とした非線形の動きが見られた。2020年9月から2021年6月までの 2020SO の機動アニメーションジェット推進研究所のポール・チョーダズは、2020SO が1966年9月20日に打ち上げられたサーベイアー2号。 アトラスセントールの個体ロケットブースターである可能性があるとしている。地球のような軌道と低い相対速度は人工物の可能性を示唆している。分光法は二酸化チタン塗料で覆われているかどうかを判断するのに役立つ場合がある。その後2020年11月までの観測でこの推測が正しいことがわかり、現在は IAU 小惑星センターからは小惑星。 分類が外され、ジェット推進研究所のホームページでは情報ごと削除されている。ありがとうございます。